21世紀、インターネットが普及した現代、世界中のどこにいてもホームページを開けると教会に与えられている素晴らしい恵みを受け取っていただくことができるようになりました。例えばインスタグラム、美しい写真を背景に聖書の御言葉が毎日配信されています。そして短いメッセージが続いていますので、ほんの 1、2 分あれば温かい神様の言葉に触れていただくことができます。それからダウンロード、いつでもどこでも、アルバイト帰りの公園でも、通勤中の電車の中でさえ、礼拝の音声や映像を見ていただくこともできます。そして日曜日にはオンライン礼拝、どうしても教会に足を運べないとき、風邪で寝込んでしまったとき、小さな赤ちゃんが熱を出してしまったとき、大切な人の介護で一人ぼっちにできないとき、そんなときには長崎エルサレム教会のホームページを開いていただいて、礼拝生中継のボタンを押してください。リアルタイムで礼拝に参加することができます。それでは実際にオンライン礼拝をされている江島さんご夫妻を紹介します。江島さんは最近喜びのうちに洗礼も受けられました。神様を信じて日々を生きていきます。よろしくお願いします。あなたの愛と恵みと光の中を導いてください。イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。おめでとうございます。成功した神の家族ですね。その家族の一員になったりですね、これからあの江島兄弟を通してね、たくさん私たちは愛を受けるでしょうし、私たちとも神様は江島兄弟に愛を流していかれます。お互い私生まれ変わったって言ったらちょっとオーバーですけど、なんか新しい自分が始まったのかという気がします。あの、まあ、ほとんどは自宅で受けることが多いんですけれど、月に1回、集会を持つことができて、またそこでもあのオンライン集会をしている人たちだけで集まって、あのそこであの礼拝をするっていうことをしているので、ハレルヤ。主にあなたの思いは高い。礼拝では前半も話したんですけども、まあ、それにもかかわらず本当に愛してくださって、しかも使ってくださる光が出て、ね、そういう恵みですよね。ふさわしくないのに受けれる恵み、それを神様は添えてくださるので、どれかね、あの期待しておいてほしいと思いますので、主は選ばれたら最後まで選んでください。教会に行って礼拝することも素晴らしいんですけれど、オンライン会員っていうのは本当になんかどこにいても礼拝が受けれるっていう、その恵みは本当にすごいなっていうふうに思います。長崎エルサレム教会では皆様のお越しを心よりお待ちしています。信じていつも